気に入りです。ってことでですね、今回はメダルラッシュ7の更新日になってきます。はい、なのでまあ結局必要なのか不必要なのかを皆さんにはお伝えしていきたいと思います。はい、まずはですね、こちらわらわらメダル。自陣のお宝エリアにいるとき当たるダメージが 5% 増加する。こんな固有特性腐るほどある。はい、ってことで続いておつるメダル。自陣のお宝を敵チームに脱出されたときスキル2の空台も 9% も確かに。俺これちょっと俺初めてかも、俺これ見たの。これめちゃくちゃ多分昔のメダルだね、多分きっとね。はい、これは何だろう。お宝を敵チームにダッシュされた時スキル2のクールタイムを 9% 短縮する。あー、なるほどね。しっかりと旗守れ。ただまあこの 9% 短縮はまあ結構面白いかもね。ただまあタグがマリンフォード海軍、っていう感じかな。んー、まあ海軍と合わせてまあちょっと頑張っていくのもありやなと思うんですけども、まあそうだね、なんか、ちょっとあまりこのこういう系のあのダッシュされた時のスキル短縮は俺的にはあんまり良くないと思います。はい、自分がいるお宝エリアに味方がいる時受けるダメージが 5% カット。ダメージカットのやつだね。まあこれ結構ね、意外にこのあタグもあるから、まあ受けるダメージ、まあ 5% カットなんだけど、味方がいる時っていうね、わけわからんあの特性があるんで、これはもうぶっちゃけいらないです。はい、いらないですね。はい、でこちら海峡メダル。スキル2を使った時スキル1、あ、まあこういうメダルはね結構いいんだよ。スキル2からのスキル1短縮ってね、スキル2がかなりバカバカ短縮していくやつだったら、めちゃくちゃねこのスキル1を高回転率で回すことができるっていうので、まあ結構いいんだけど、まあまあジンベエなんでね、そんなにまあ必要ではないかな。はい、でこちら遺贈メダル。再出撃した時移動速が20秒間 4% 増加する。まあいらないですね。で芸者メダル。敵チームの宝エリアにいる時受けるダメージが 3% カット。まああの脳筋2かとかやったらまあいいんじゃないですかね。はい、でこちら大将戦国メダル。あ、これはねロマン。これはロマンですね。大将戦国メダルはこのレイリーとかね、あとはレッドシャンクスとか、をまあ使ってね、ちょっと納金したい方はこのジャスカイ取りまくってスキル1を短縮してスキル1でバコバコ倒していくって、いうことができるんで、まあこれはちょっとね、結構ロマンでも使われてるメダルだと思います。さあでこれ熱熱メダル。体力が70倍以上の時にスキル1。まあこれ体力依存のねスキル短縮はね正直あんまり役に立たん。はい、で次行こうか。クリティカルが発生した時体力が 1% 回復する。少なすぎ。少なすぎ。自分がお宝をダッシュした時スキル2のクールタイムを 5% 短縮していくって、まあこういうのはね使えてくるんだけどね。まあ、ただちょっと日和はねタグが少なすぎるんでこれもちょっと使わんかな。でまたこれ出てきたね。これ幼少期これ何回目、これもう2回ぐらい出てない。はい、まあ幼少期メダルはカチカチゲッターを作りたい人とかの用のためにまああるんですけども、まあこれ一応例ね、例一応メダル見せてくんだけど、まあこれやりたい人って言ってもまあ正直やらなくていい。やらなくていいですね。もうほんとこういうの、おでん、で今回のこの幼少期でこれね、はい、まあこの組み合わせで、めちゃめちゃカチカチ、のやつができます。はい、でプラス、このカチカチに関して言うと脱出速度が 14% 増加していくので、はい、まあカチカチプラス脱出速度も、ちょっとついてると、はい、言った編成ができます。まあなんで今回に関して言うと今回も、完全スルーでいいかなっていう感じですかね。まあまあまあ、ロマンをしたい方ね、ロマンしたい方はまあこの戦国とかで、まあロマンしたい方はまあ別にいいんじゃないかなと思うけど、であとまあゲッターとか使っててね、このカチカチをやりたいよっていう方に関してはまあいいと思うけど、まあぶっちゃけ買うまでもないかなっていう感じですね。はい、ってな感じで今回は以上です。